はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはですね、こちらバンとね、はい、ちょっとスマホ越しなんですけれども、ガシャポンオンラインをやりました。はい、まあ、やったって言ってもね、結構前なんですよ。はい、それやったやつが最近届きましたんでね、それをご紹介したいと思います。まあ、アルティメットルミナスシリーズのプレミアムっていうね、さらに上級のガチャポンっていうことでね、はい、一応ねこれね、どういうやつかっつったらね、ラインナップが全2種なんですよ。めちゃくちゃ少なくないですか、全2種2種類しかないで、1種類がウルトラマン、新ウルトラマンスペシウム光線バージョンということでね、はい、こういうポージングですね。でもう一つがウルトラマン、新ウルトラマンを構えてるだけのポーズ、はい、この2種類だけなんですよこれ何がプレミアムかっていうことなんですよね。こちら何がプレミアムかって言ったらね、こうねいくとね、はい、お値段1500円1回1500円ですよ。プレミアムやな、ガチャガチャで1500円って相当ですよ。はい、いやこれはぶったまげだよね。で予約受付終了したのが6月で、お届けが9月16日ということでね、ほんとねかなり時間かかりましたね、3ヶ月ぐらいで。まあ先行してね、全国のカプセル自販機でも販売される可能性がありますということなんですけれども、もうすでにね、オンラインの方では予約が終了してます。まあ、あとはね、普通にガチャガチャが置いてあるところにあると思います。はい、早速ねこちら何が出たか、そして何回やったかっていうのもね、はい、自分が一番いいのはやっぱりスペシウム光線のこのポーズのやつだよね。これが一番いいですよね。この構えてるだけよりは全然いいなと思うんで、とりあえずこれ狙いでやりました。はい、その結果をねご報告したいと思います。一応ね1回目回しました。出たのがこちら、こうか、はい、アルティメットルミナス新ウルトラマンスペシウム光線バージョン、はい、ということでね、スペシウム光線バージョン一発で当たりましたねいや1500円ですからね、これね、1500円、いやこれはね、ま、出てよかったんですけど、全2種なんで、あれこれもう一回やったら揃うんじゃねっていうことでね、はい、もう一回回しました。その結果、スペシウム光線バージョン全2種なのに1500円2回回してダブルっていうね、最悪ですよね。1500円ですからね、500円ガチャが3回回せるやつですよ。いやダブらないでほしいな、しかも全2種なんだからさ全2種をダブらせるっていうね、うん、まあ普通のねポージングがダブるよりはいいかなっていうくらいですね、うん、納得はできませんけれどもね。で一応中に入っている台紙ですね、はい、こういう感じで、はい、うん、まあこれ何が本当ね違う、今までのアルティメットルミナスと違うのかっていうのはね、うん、よくわからないんですけれども、もうすでにねルミナスユニットプレミアムっていうふうに書いてあるんですよね。うん、なんだろう、普通の LED のあのルミナスユニットと違うのかな、まあ、とりあえずね本体開けてみましょう。袋の状態ですね、はい、こういう感じで、補助パーツに手胸足で
これがルミナスユニット、普通のルミナスユニットですけれども、はい。でこっちにも補助パーツで、下半身に腕に足と、はい。でこちら顔パーツですね。これ首かな、首に顔パーツに、これは何だろう、なんかクリアパーツがありますね、うん、これは目ですね。目の部分がくぼみ、穴開いてるわ。これがクリアパーツではめるってことですね、はい。では早速ね、組み立てちゃいましょう。はい、完成しました。ではね、見ていきましょう。こちらバン、はい、シン・ウルトラマンスペシウム光線バージョン。これは普通のアルティメットルミナスのウルトラマンと何が違うのかね。大きさもね、同じサイズだし、特段なんか1500円、3倍の値段の差が出るとは思わないんですけれども、なんで？しかもね、新ウルトラマンなんでカラータイマーがないんですよね。カラータイマーがない。で、このね、つま先が曲がったこのね、足。で、結構ね、かなりスマートな体型。これは何が違うんだろうな。なんか1500円のクオリティかと言われると全然そう感じないんですけれど。一応ね、アルティメットルミナスが胸部にね、こう埋め込む感じなんですけれども、はい、こちらがアルティメットルミナスプレミアムっていうふうに書いてありましたけれどもね、普通にこれ光らしてもどうなんですよね、若干明るい、どうなんだろう、あんま差がないように思えるんですけれどもね。この状態でまた戻して、でこの上半身をくっつける、はい。するとね、目がね、光りますね。これも普通ですけれどもね、普通のアルティメットルミナスも目光りますしね、カラータイマーも光りますけれども、これカラータイマーないですからね、逆にマイナスなんですけれどもね、要素が。これで1500円、これを見て皆さんどう思いますかね。これは1500円ですかね。いやいや、めえったな。一応ね、足はね、分かりやすいようにこれ外してあるんですよね、うん、つま先がね、まあ、これでも安定はしてるんですけれどもね、これをはめるとどうなんだろう、入らないんだけど、つま先が全く入る余地がないんですけれどね、どうやって入れるのこれ。あ、入った。そうするとつま先まるっきり隠れますけれどもね、うん、はい、こんな感じですね、うん。いや、ちょっと待って、1500円のクオリティじゃないな。いや、しかも2回回してね、ダブルっていうね。いや、マジか。これはなんで1500円もするんだ。いや、マジで謎だわ。いやいや、従来のね、アルティメットルミナスと変わらんやん。逆に損した感があるな。
はい、ということでね、今回はね、まあ2種類ね紹介できたらよかったんですけれども、1500円をダブっちゃったんでね、うん、折れましたね、そこで心がね。はい、ということでこの1種類スペシウム光線バージョンだけをねお送りさせていただきました。まあ、最後はね回転台座に乗せてお別れしたいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。